四国地方は高気圧に覆われ、よく晴れたことから、各地で気温が上昇し、四万十市江川崎では29.7度と全国3番目に高くなりました。11月の最高気温を更新する暑さです。その他、四万十町久保川で 26.5 度、高知市でも25度など、県内16の観測地点のうち6カ所で夏日を記録しています。寒かったんですね、昨日の夕方はですね。で、今日四国カルストだいぶ寒いと思って厚着していったんですけど、非常に暑くてびっくりしました。やっぱ冷たいもののご要望が多いです。コーヒーもね、アイスコーヒーが出たりしますね。県内は日曜日頃にかけ気温が高めに推移しそうです。